ラクールマスクのご紹介をいたします。最近猛暑が続いていて、マスクの熱でね、蒸れてしまうと思うんですね。でそこで暑さ対策にこだわったマスクを作ってみました。そちらがこちらになっております。でこちらはですね、このようにこの鼻と口の間ぐらいの位置で切り替えにしたデザインにしてみました。こんな感じになっております。で今回のマスクの一番の特徴なんですが、このね、切り替えにした鼻のところから空気が抜けて、でしかもこの顎のラインの部分なんですが、こちらもフィットせずにゆったりとした作りになっておりますので、熱がこもらず快適に過ごすことができるんです。では実際にスタッフにつけてもらいました。どうですかマスク。はい、今日一日、つけてみてなんですけど、スゴラクマスクとかプリーツマスク、あと髪のマスクとかした中ではもうダントツに息がしやすくって、多分鼻のここが開いてるからだと思うんですけど、すごい息がしやすいんですよね、他のマスクよりも。で顎のとことかも他のマスクとかと比べると締め付けがないので、熱がこもる感じがあんまりしなかったように思いました。でお客様との接客もあるんですけれども、その中でもお客様から鼻が見えてるんじゃないかと心配になるぐらい本当に通気性がよくって、すごいつけやすかったです。でもどうですか、見えてたりしませんかね、大丈夫ですか。こんな感じでつけてみた感じはそんな感じでした。これからの夏ね、まだ暑い日が続くので、このマスクだったら乗り切れそうな感じがしました。今回の作品も、いろんな生地で作ってみたんですけれども、無地でこう落ち着いた印象に作ってみていただいてもいいですし、柄で華やかなマスクとしても作っていただけると思いますので、ぜひ皆様もいろいろな生地で作ってみてください。